と伊集院光が27日放送の関西テレビ、岡、ベロに出演。落語家を廃業した裏話を語った。伊集院は16歳の時に、故、六代目、三遊亭円楽に弟子入り。ところが、構成作家の兄弟氏から、お前器用だから、ラジオに出てくれないか。師匠の許可はいるがラジオは顔でないから、芸名変えて出てよとお願いされたことが転機となる。伊集院は、ラジオのオーディション番組で優勝し、朝の情報番組のレギュラー番組を終えて、トントン拍子で、オールナイトニッポンにレギュラー出演するまでになった。落語家とラジオのパーソナリーという二刀流。伊集院は当時を振り返り、ラジオではお坊ちゃんと言い、うっていなので、丁寧語で嫌なことを言うキャラだった。両方の使い分け、できつくて。深夜ラジオやって、朝、カバン持ち、地に行っていたと語る。そんな中、間のある、いい出来事が起きる。伊集院曰く、オールナイトをやっていた時、日本放送の1週間キャンペーンの顔になっていた、そうで、そのタイミングで、師匠から、いろんな放送局に挨拶に行くから紋付き袴で明日、来いと言われて、行ったらキャンペーンのポスターが玄関に貼ってあった。その時、初めて師匠に、日本放送さんにお世話になってますと話したという。これに、師匠は、早く言えよの一言。しかし、大師匠が師匠に三遊亭の名前が恥ずかしいのか、勝手なことをやっていると商店の楽屋でぶち切れて。師匠が、うちのはバカだから、何でもやらなきゃわからないから、やらせようと思ってると返していたと伝え、聞き、師匠にこれ以上迷惑をかけるわけにはいかないと、そこで、初めて落語をやめる決意を固めたと明かした。Thank you.